せっかくの合宿がどうして霊山か樹海の二択なの？旅先の出会いが楽しみだったのに。こんなのどっちも出会えるのは幽霊だけじゃない。冗談じゃないわよ。乙女の青春は一度しかないんだから、私にだってかっこいい人と出会う権利があるんだから。あ、そうだ、合宿に行ったふりでちょっとだけ遊びに行っちゃおうっと。うん、我ながらいいアイディア。あ、サライ、私合宿はちょっと遅刻して途中から合流するから、うまくいっておいてくれる？あー、そこをなんとか。お願い、サライちゃん。うん、ありがとう。お土産買ってくるからね。よし、かっこいい人見つけるぞ。うおー、あいだ。ごめんね、急いでたから。あ、もしかして格闘家の人？え、そうだけど。ねえ、今から勝負して私が勝ったら誰か素敵な人紹介してくれない？よくわかんないけど。いいよ、すごい人紹介してあげる。本当？やったよくぞここまで来た。使った追跡の振り切り方と刃物と火種を持たない状態での夜間訓練を行います。各自装備を点検して。そこだ！